グレーゾン TV。 はいどうも、グレーゾン TV です。山、今回新潟県白玉の滝に行きます。滝はやだな。この滝は地元では有名な心霊スポットで、滝の入り口にある駐車場、まあここですね、過去に焼身自殺があったらしく、駐車場内で車を発進させようとするとハンドルが勝手に動いたり、トイレの窓に女性の顔が見えるなど心霊現象が起きています。やべえぞ。また滝を写真撮ると、間違えました。間違った逆に言ったらどこまでが間違ったのか、はい、最初から間違ったのかちょっとどこが間違ったのかも分かんない。滝の写真を撮ると無数のオーブや顔のようなものが写る心霊写真が撮れるということで有名な場所です。じゃあもう今日のこの感じは、はい、あの写真撮影だね。そうですね、心霊写真を撮りたいなと。なるほど。あとはそのさっき言いましたけど、その駐車場にあるトイレ、そこに最初行きます、まあ、でその後滝に進みます、目の前だからね。じゃあ行きましょうか。はい、ああこれだね。でなんか女性の霊が出るみたいな。女性の霊が出るなら女性のトイレじゃない。ただ女性トイレの方が窓一切ないよね。えほら見えないようになってるんだね。ちょっと一回開けてみていい？開けるぐらいがいいんじゃない。何もん、何もキュッつったよね。これトイレの音？トイレの音だと思う。あ、びっくりした。キュッって言った。でも待って、監視カメラあるの。ほんとだ。あー、まあ多目的トイレみたいな。あ、そうだね、女性以外も使えるわ。本当？うん、多目的トイレだ。あ、傘とかあるんだけど、どれ見えるかな。本当ですか、綺麗じゃん。あ、でもくせえ。お前が言うそれ。いやいやお前が言うの、臭いとか。いや、だって臭いって思ったら臭いって言うでしょ。で？お前じゃ男子トイレも見てみる。写真撮影はどこでやるの？は滝です。写真っていうかその滝で心霊写真が撮れると言われてるんで。トイレは？トイレは大丈夫ですね。トイレは何だったの？トイレはその女性の霊が出るみたいな感じで。出ねえ。まあまあまあ男子トイレだったじゃないですか。男子トイレの方が臭いの。いや分かんない、だからお前が言う？そうだ、お前が言っていいのかどうかなのよ俺は。まあでもメインは滝なので。電気ついた今？いやついてない。こっちはつくよね。あ、センサーライトがあっちもついたか。じゃついてないじゃん。これ俺らライト持ってくる。スイッチないやん。ないよ。あ、夜はだから使えないんじゃない。使えなくはない、開くんだから。あ、そっか。使えるは使えんの。ちょっと待って、え、変な音聞こえない。ええ、ちょっと静かにしてるの。このなんかブーって音が入っちゃってて、このなんだろう、発電機的な、なんか、いや、それじゃねえの、俺が気になる。で、この駐車場で焼身自殺があったって言われてるんで、まあ場所までは分かりませんけど、もし燃えかすみたいな跡があったら。いや、さすがにそれは残ってないんじゃないかな。もしやるとしたら、はい、だ、前も言ったけどこういうとこだよ。やっぱ端の方なんだよね。うん、だと思うんだよね。じゃあロイさん、この端でバケタンだけやりましょう。ここで、ここで一回。もう確率期だからな、俺の時に BB なの。 やめてほしいんだよな。 BB になったらもう嫌だよ俺。ないでほしい、お願い。緑ね、緑で。ああ、黄色だ。え、緑じゃない、緑じゃない、これ黄色、これ黄色の。緑だよ。いや、緑はもっと緑。え、そう。てか今の聞こえた？うん、あっちからなんかキャーみたいな。そう、怖いね。まあ動物なんだけど、鳥とか別な意味。さすがに分かんないけど、そういうのは。じゃあ竹へ移動しましょうか。やだな。ちょっとこれさ、クマスプレーのこのキャップだけ外しといていい？ああ、一応ね。あとびっくりさせたりしない方がいいよ。さーっとかやるかもしれない。最悪じゃん。っていうかもう滝の音が聞こえてんだよね。近いんでしょ？滝の音とともに、キャーッみたいな。もうその、滝の音だけにしてほしい。キャーッはいらねえね。いらないね。ほんとに。あとここの滝って、滝行やってるらしいよ。あ、言ってたね。滝行ができる滝なんだ。やってみたらいい？いや、絶対やんないよね。お前みたいに自然を大切にできない人は
滝行やった方がいい。ちょっと待って、俺自然めっちゃ 大切にしようんだけど。はい、なんだろって、自然を大切にしましょうって、ゴミは持ち帰りましょうって。お前みたいにゴミをゴミだとも思ってねえやつだね。ゴミがゴミじゃねえ、思ってないって何。高級ケースやばくね。なんかもうすげえ、もう外の部分、うん、これ屋根にも草が生えてるからね。これ、これここだ。ほら、あー、これか。あれ、ちょっと待って、違う。え、あれ違うじゃん。100メーターって書いてあるけど。ほら、入れ気味だ。なんだろうね、これ。書いてあるんだ。あ、見て。メスとオス。あ、オス滝。滝でよくあるからね。え、そうなの。じゃあ、ここから100メーター歩くってことだね。100メートルも歩きたくないんだよ。じゃあ、なんかこういうのがさ、滝不動っぽい。あー、懐かしいね。確かに。いやだ、俺もうこういや、でもその不動明王とかじゃないんで。一緒一緒やん、もうこの感じ嫌なんだよね、俺。だ、滝で、滝を見て心を洗いましょう。あ、逆にか。はい。あ、何乗せらってんだ、俺。で、ちなみにここも滝なんでしょ。だ、そう、滝をほら、見る。ちょっと照らして、強めで。あー、ほんとだ。ちょっとちっちゃい滝だね。いきますか。いや、見てこれ、見て見て。うわー、きつ。マジか。この 100m はきついわ。うん、ただの 100m じゃないから。蜘蛛の巣なんだよ。あー、ほんとだ。めっちゃ急じゃん。いや、きついな、これ。よいしょ。うわ、なんか雰囲気やばくない、ここ。人来ないよ。いや、来ねえ、こんな場所は。これはちょっと、しかも夜だ。観光とかだったらね、昼間は来るかもしれないけど、夜はありえないね、これね。え、どうする、人いたら。滝行やってる人とか。車なかったでしょ。あ、なかったなかった。ありえない、そうか、ありえない会話やね。もしいたらひっくり返るよ。だって、ありえないんだから。人みたいなのがいたら、遊郭。遊郭。うわ、見て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 。え、これ、ここ。あ、めっちゃアリいる。アリなのか、これ。ちっちゃいアリだよ。あ、これ多分巣が近いんだよね。おい、ちょっと待って。おい、なんだこいつ。おい、あいつ、あいつ、クモクモクモ、めっちゃ足が長い。なんだあいつ、エイリアンじゃん。じゃあ、何、俺初めて見る。おい、見ろあれ、ほら。いや、もうカメラで確認できないかもしれないけど、いや、通りたくねえっす。ふわふわふわみたいな動きね。いろんなのよね。山だね。よいしょ。まだ？山登りに 100m ってやばいな。平地を歩く 100m は短いけど、長いよね。長い。ああ、でも水の音が近いから、そろそろじゃない？いや、ずっと水の隣歩いてます。何言ってんの、水の音はずっと。あ、これか。いや、もっとでかいよ。え、これはちっちゃすぎない？まあ、滝は滝だけど、さすがに違うんじゃないかな。だって滝もできないでしょ、これで。いや、できんじゃない。いや、無理でしょ。ここに浸かって。だから滝行ができるぐらいの滝だから。でも、こんだけ蜘蛛の巣とか張ってると、はい、滝行にはまず来てないよ。てか、人来てねえぞ。確かにね。あ、ここだね、ほら。どうした？ほら。ほら、あー、はいはいはい。見て、この辺、この辺映した、俺の手元。ほら、もう水しぶき。もう水しぶきで、映んないのよ。あー、見えないんだよね、これ。ちょっと位置変えよっか。こっから見えにくいから。じゃあ、ちょっと上上がるよ。あー、そうだね。何だ？待って、なんか神社みたいなんだけど。ちょっと待って、見つけなきゃよかった。でも滝の、まあ、滝見よう、滝。あ、照らして。あー、でも確かにこんくらいの水量だと、うん、もう滝行にぴったりかもしれない。マジでぴったり。だ、ここの階段登って、上の祠みたいなのを見て、あとこの滝の写真撮りまくります。撮りまくれ。その心霊写真が撮れるって言われてるので。なんか軽いね。はい、気持ちが軽い。あ、いつもです。なんかもし撮れたらどうすんの。まあ、それは僕たち後からしか気づかないので。
もう言いたくなかったんだけど、はい、さっきからうっすらなんか聞こえてんだよね、俺。え？ぶっちゃけ。だからもうそれが分かんねえのが怖いの。あ、何なのか分かってないってことね。挨拶しよっか。この竹を祀ってる神様かなんかがいるのかな。だから挨拶しよ。寄り立つってすいません。いや、立派な竹を見に来ました。遅くなってすいません。お金が積まれてる。これね、賽銭箱がないんだろうね。あんまりズカズカいかないように。なんでここだけ割れてんだろう。あんまりやらないんじゃないか。中見える？俺は見ない。じゃあ下に戻って竹の写真をいっぱい撮りましょう。なんなのこの異様な雰囲気。わかる？言いたいこと。わかります。ただここはめっちゃマイナーです。いや、だからだよ。俺なんか正直もうめちゃくちゃ怖いもん。だから他の、うん、あの配信者の人もほとんど来てないんで避けてる可能性はあるよ、ね、あるよ、全然ある。それか来たけどお蔵入りになっちゃったとか。あ、じゃあちょっと写真撮ります。ロイさん、カメラ置いとくよ。あ、降りれるよ。降りれれば。俺こっから撮ってんじゃん。待って、カエル。え、カエルがすごい飛んでる。本当だ。あ、もうやめて、びっくり。じゃあ俺こっから撮るわ。でもやっぱ竹は神秘的だな。行き過ぎじゃねえお前。なんか奈良県の鹿みてえになってんじゃん。すんごいマイナスイオン。これすげえ、ほらこれ照らすとわかんねえ。すごい水分が。戻ろう。戻りますか。とりあえず戻ろう。でもマイナーだけどさ。いや、ここはやばいぞ。やばいよね。え、超怖かった。もう完全に塩案件だもん。なんかわかんねえけど。おい、ちょっと待って、ここアリのタイミングからここ踏むね。いや、かわいそうだな。よし。はい、ロイさん、お疲れ様でした。お疲れ様です。どうでしたか。俺多分ね、今まで散々いろんなとこ行ったから多分行けたんだと思う、ここ。最初の方、はい、だったらいけなかった俺。まあ免疫というか。そう、だって滝不動すげえ似てた。確かに滝不動よりちょっと怖かったまである俺。滝不動とここの差は、うん、あの五寸釘があったかどうかな。あー、確かに差ぐらいで。いや、怖かったね。いや、もうここのボルテージは、はい、なんかね、うっすらなんかこう聞こえてるっていうか、気配を感じるというか、うん、何かがね、わかんないけど、はい、それを踏まえた上で95。おー、高いね。100は正直はっきりではないから、新潟最強クラスと言ってもいいんじゃないかなと。確かに俺は思います。お前は10かな。10。ゼロではないんだ。ゼロではないです。一応かけておくんじゃない。いや、わけわかんないから。関係ないから、ボルテージとクマスプレー関係ないから。はい、ロイさん、お疲れ様でした。お疲れ様でした、はい。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。まあいろいろとね、まあここ最近本当に、撮影をしっぱなしで、まあ、大変だったけど、まあこれで良かったかなと思います、はい。どうですか。今夏前ぐらいなんです。夏ぐらいなんです、撮ってるのは。いや、夏前じゃねえから。そう、夏始めぐらいでしょ今。いやいや、もう7月後半だから。夏だから。だから、でもこの動画が10月なんですよ、出るのが。だからどんだけ連発で撮ったかと。しかも3日に1本ペースで10月ですから。本当だね。
俺はもうめちゃくちゃ頑張ったなって俺めっちゃ思う自分で。お前がバンジージャンプ毎回行くような感覚だよ。あ、釣り橋か、釣り橋に毎回、釣り橋に毎回って俺がこうやってやってるから最悪じゃん。最悪でしょ、俺それ毎回だから本当に、ということでね、じゃあとりあえずお疲れ様でした。お疲れ様でした、ご視聴ありがとうございました。